はい、本日は、つくば市の瀬谷徹さんのお宅に、来ておりますけど、これ見てください。延々続いておりますけど、すべて SP 版ですね。カメラの方はもう追い切れないぐらい、ずっとありますけどもね、ずり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 と、カメラマンは手ぶれをしながら動かしておりますけど、全部 SP 版。そして、スピーカーが見えてまいりました。SP 版ですので、モノラル再生ということで、これ一発です。まだまだあるというね、SP レコード見てください。そして SP レコードといえば、見てください、ビクトロールです。この音も聞きたいというふうに思っております。そろそろ本格的にですね、再生システムの方に行きますが、アンプの方も見てくださいね。これウエスタンの真空管アンプですね。ちょんと明かりが入っておりまして、さて入り口です。ここは大きなポイントになりますけども、 RCA の16インチ、ターンテーブルです。ちょっとこのレコードの大きさを見てください。トランスクリプション版といいまして、16インチぴったりの巨大なレコードです。これも本日聴かせてもらいたいと思いますけども、そういうことで、そろそろ出てまいりますけども、オーナーの瀬谷徹さんです。瀬谷さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。